本日は、西暦2020年11月12日ということで、プレイステーション5の発売日です。ゲオなどで抽選販売の予約を5台分したところ、2台当選したので、開封動画を撮っていきます。2台ともスタンダードモデルですから、今回、動画で使用するのは片方だけです。価格は1台、税別49,980円です。まずパッケージのデザインを確認します。正面にはロゴや本体、コントローラーがあります。背面です。かつてない、ゲーム体験がここに。圧巻のスピード。息を呑む没入感。驚きに満ちたゲーム体験。内容品を一気に紹介します。USB ケーブル。セーフティーガイドとクイックスタートガイド。ワイヤレスコントローラー。ベース。HDMI ケーブル。映ってませんが、電源コードもあります。プレイステーション5。スイッチに使っているキャプチャーボードを使えるか試してみましたが、音声だけで映像が出力されませんでした。次に設定があり、プレイステーションプラスに加入したりしましたが省きます。コントローラー用にシリコンカバーを購入したので装着してみます。外観はこんな感じになりました。ディスクはこの向きで入れます。コントローラーの振動が映像をより再現しています。今回はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。